1959年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第11回大会である。5月にクレルモンフェランで開催されたフランス GP で開幕し、モンツァの最終戦イタリア GP まで全8戦で争われた。1955年以来途絶えていたフランス GP が新たに作られた。 クレルモン・フェラン・サーキットに舞台を移して復活し、この年の世界選手権は全8戦となった。ただし、8戦すべての大会で開催されたクラスはない。4クラスのタイトルをメガボルト・アグスタに乗る2人のライダーだけで独占した。350cc と 500cc クラスに至っては、シーズンを通してレースに優勝したのは、 ジョン・サーティスただ一人だった。ノートンはワークス活動を撤退した後もプライベーター用の市販マシンの開発を続けていたが、短気筒のマンクスではメガボルト・アグスタの4気筒には立ち打ちできなかった。メガボルト・アグスタ以外で唯一 500cc クラスへのワークス参戦を続けていた BMW は結局一度も勝利することなくこの年を最後に グランプリを去った。一方、125cc と 250cc クラスでは、カルロウビアリとタルキニオプロビーニというメガボルト、アグスタの二人がしのぎを削り、結果は両クラスともウビアリが制したが、個性の強い二人の衝突は避けられず、シーズン終了後には、プロビーニがメガボルトアグスタを離れて、元モリーニに移籍することになった。前年、 印象的な走りを見せた MZ の2ストロークには東ドイツ以外のライダーたちも大きな関心を示し前年からのレギュラーであるホルスト・フュグナーとエルンスト・デグナーに加えてゲーリー・ホッキングやルイジ・タベリといった実力のあるライダーがシーズン中に MZ に乗り換えたびたび上位に食い込んだ中でもホッキングは MZ を得ると同時に連勝しそれを見た メガボルト・アグスタは、ホッキングと、翌年からの契約を結んでいる。ホンダ RC142 号のグランプリの歴史にとって、重要なこの年の出来事が、日本のホンダのマンジマ初挑戦である。日本国内では、浅間火山レースや富士登山レースのようなダートコースでの、レースしかなく、舗装路でのレース経験がほとんどないホンダだったが、ヨーロッパでも類を見ない 125cc に、 キトー DOHC4 バルブのエンジンを積んだマシンで、車内ライダーの谷口直美が6位入賞し、初グランプリで1ポイントを獲得した。レースの1ヶ月前から現地に乗り込んで練習を重ねた谷口を含む4人の日本人ライダーは全員、完走してホンダはチーム賞を獲得し、ヨーロッパのメディアはそのエンジンを、 まるで腕時計のように成功で、ヨーロッパのメーカーのコピーではない独創的な設計だ、と称賛した。この年ホンダが走ったのは、満島の一戦のみだったが、ホンダのマシンに可能性を感じた一部のプライベーターは、早くも、翌シーズンのホンダの動向を気にし始めていた。メガボルト、アグスタのワンツーフィニッシュで開幕すると、ジョン・サーティースは、 第4戦オランダまで4連勝を飾って、最短でチャンピオンを決め、タイトル決定後もそのまま一度も負けることなくシーズンを終えた。500cc クラスでの完全勝利は、この年のサーティースが初めてである。ランキング2位にはサーティースをサポートしたレモベンチューリが入った。元チャンピオンのジェフ・デュークは、ジレラの撤退以後、プライベーターとして、 ノートンの市販マシンで参戦を続けてきたが、この年の最終戦イタリア GP での差に、表彰台を最後にオートバイレースから引退した。ジョン・サーティースが 350cc クラスでは1949年のフレディ・フリース以来となる、前戦全勝で 500cc クラスとのダブルタイトルを獲得した。ボブ・ブラウニやゲイリー・ホッキングは、スペシャルチューンのノートンで、 たびたび表彰台に上る活躍を見せたが、メガボルト、アグスタのセカンドライダーで、ランキング2位となった、ジョン・ハートルにわずかに届かなかった。メガボルト、アグスタのカルロ・ウビアリとタルキーニをプロ・ビーニは、共に2勝ずつ上げたが、プロ・ビーニは優勝したレース以外ではポイントを上げることができず、3度の2位入賞を果たした、ウビアリがシーズンを制した。 前年ランキング2位の MZ のホルスト・フィグナーは、第2戦ドイツ GP で優勝した、ウビアリから0.8秒遅れの3位になるなど、今シーズンも速さを発揮していたが、ベルギーの 125cc での事故によって、選手生命を絶たれてしまう。代わって、MZ のファクトリーチームに加わったゲイリー・ホッキングは、 スウェーデン GP でグランプリ初優勝を飾ると続く、アルスター GP でも連勝し、プロビーニと同ポイントのランキング二位を獲得した。この年、唯一チャンピオン決定が最終戦までもつれ込んだのが百二十五 c c クラスである。ホンダのグランプリデビュー戦となった、満島では、タルクイニオプロビーニが勝ったが、続く、ドイツ GP では、カルロウビアリが勝利し、 ウビアリは、ベルギー GP まで3連勝を飾った。その間、プロビーニも2位入賞を重ねて追いすがり、スウェーデン GP での勝利によって、最終戦に勝てば逆転チャンピオンというところまで追い上げたが、最終戦のイタリアでは5位に沈み、このレースで2位となった、ウビアリがこのクラスの2年連続タイトルを決めた。ウビアリとプロビーニが出場しなかった、アルスター GP では、 ドゥカティのマイク・ヘールウッドがグランプリ初勝利を飾った。この時19歳だったヘールウッドの優勝はグランプリでの最年少優勝記録だった。また最終戦のイタリア GP では MZ の2ストロークをカルエルンスとデグナーが初優勝している。しかし、冷戦のただ中にあったこの時、イタリア当局は表彰台でデグナーの母国である。 東ドイツ国家の演奏を許可しなかった。ありがとうございます。